地方競馬教養センター地図地方競馬教養センターは栃木県那須塩原市にある地方競馬の機種、調教師、調教師補佐、休務員を要請する機関である。デビューを目指す機種候補生が日々訓練を行っているほか、現役の機種や調教師なども技術研鑽のために研修を行っている。このほか、地方競馬の競馬開催業務に係る人材の 研修なども行っている。ただし、万永競馬の調教師や機種、厩務員の要請は行っておらず、これらは万永競馬が独自に要請を実施している。旧車の一部は、南関東公営競馬の認定旧車として利用されており、6旧車、合計21馬房が、南関東地区認定旧車馬房として利用されている。いずれも、全量制による指導を行う。 日本国外の騎士免許取得者や、給務員、調教師補佐などの経験者は、短期コースを受講することも可能。騎士としての基礎体力づくりから、調教技術の向上、給車作業の体験、競馬場やトレーニングセンターの見学研修などを行う。期間は2年間。2年目には、競馬場実習のカリキュラムが組まれており、実際に、地方競馬の旧社にところ属し、 調教師などから指導を受ける。募集は年1回で、入所選考の受験資格は15歳以上20歳以下など、いくつかの条件がある。また入所希望者向けに体験入所も行っている。JRA 競馬学校との交流も行われ、双方の騎士候補生による対抗戦や JRA の競馬場など、施設の見学も行われている。 JRA 競馬学校のサマーキャンプと類似した行事として福島県の稲わしろ界海で実施する稲わしろキャンプがある。カリキュラムの概要起床時間は早朝5時30分に設定され、店舗終了後に体重測定を行う。各候補生の体重は2年間毎日記録しており、指定体重を超過した場合は外出停止などのペナルティが課せられることもある。午前中は 実家、午後は座学での授業が中心となる。このほか担当場の健康チェックや馬房清掃など旧車内作業も行う。各期ごとに、専人の担当教官が2から3名程度配置され、候補生の指導に当たる。教官には、佐々木武宮区は島高春など地方競馬の元騎士も一部、おり、技術指導を行っている。また、 現役の機種が臨時講師として招かれ競争実習などの模擬競争で一緒に起乗したり、技術指導を行うこともある。寄宿舎は1年次が2から3名の相部屋、2年次は個室が与えられる。訓練は第1学期から第4学期までに分かれており、1年次は第2学期まで、2年次は第3学期以降になる。上記のほか馬術、馬学、 管理などの座学や社会人としての一般教養など12科目の授業も行われる。基上技術や競馬関連法規などの学科、競争場や厩舎の管理などを学ぶ。1回の研修期間は約3週間。募集は調教師課程が年2回、調教師補佐課程が年1回で、各地方競馬主催者の推薦を得たもののみ応募可能。 各主催者の職員などを対象に、採決や決勝審判、発送など、競馬開催に関わる業務について、研修を行うほか、調教師や機種の研修や訓練も行われる。また、競馬関係団体や畜産団体などの、要請により馬に関する研修や実習なども行っている。施設内の一般見学は、日頃より受け付けており、現役機種を招いた、 主候補生との競争実習が行われる際は、事前に告知される場合もある。ABCDEFGHIJKLMNOPQR 地方競馬共用セッター地方競馬全国協会2014年12月13日閲覧南関東地区認定厩舎馬ポース状況南関東4競馬場 2017年12月31日閲覧、平成29年度騎手候補生の募集について、地方競馬全国協会、2020年4月24日、閲覧騎手候補生募集要項地方競馬全国協会、2019年12月9日閲覧、地方競馬共用センター入所体験のご案内、地方競馬全国協会、2019年12月9日、 閲覧共用センター頼り地方競馬全国協会2019年12月9日閲覧地方競馬共用センターハット AB 今戸場文夫騎手を騎手候補生競争実習に招待地方競馬全国協会2019年12月9日閲覧地方競馬共用センターハット AB 地方競馬共用センター地方競馬全国協会 2019年12月9日、閲覧 AB 地方競馬共用センター、地方競馬全国協会、2019年12月9日、閲覧。ありがとうございます。